今回は日光代官山公園でこれからの季節におすすめのスポーツを DB 芸人の皆さんに体験していただきます。さあ続いてはモルックでございます。聞いたことがあるの。さあ、ね、聞いたことある方もいらっしゃると思いますけれども、はい、で本来はですね、外でやる競技なんですけども、ちょっとね雨だったので、確かに、はい、こちら日光代官山公園さんのご厚意で、ちょっとね室内特別に室内をね、なるほど、お使いくださいということで、ディスクゴルフもここでできたんじゃねえ、はい、いや確かに、設置具がねありましたから、アスレチックもできたんじゃないか、できたんじゃねえか、ここで用意できたの、その辺とか登れたんじゃねえか、無理ですって、アスレチックはさすがに、なんでモルクってのは、はい、モルク、まあ、簡単に説明しますと、スキットルと呼ばれる1から12の番号が書かれた、ケットル、うん、いやケットルじゃないんですよ、第11宇宙の、そう、はい、トルパーソン、いや違うんですよ、茶色いやつ、そうじゃなくて、ちっちゃいやつね色そうじゃなくて、それゾイレ、それゾイレ、ゾイレ、それゾイレ、それゾイレ、あ、ちっちゃいやつはゾイレ、カエルみたいなやつ、あいつはトカゲみたいなね、いやどうでもいいんですケットルの話、どうでもいいんだ、ブーオンが茶色いやつ、ブーオンが茶色いやつ、あとブーオンか、あれは君子が糸使う、いいのよ、はい、11宇宙のメンバーの説明はスキットルですよ、スキッパー、スキッパーはもう治りました僕は、はい、治ったんです、はい、本当だ、いや本当じゃなくて、その12年じゃないよ、よく見なさい。それでは改めてモルックのルールを説明します。モルックという木の棒を投げて12本のスキットルを倒す競技です。一番早く50点ぴったりになった人が勝利です。本場ヨーロッパでは世界大会も開催されているんです。でこれをですね、ちょうど50点にする競技でございます。なんで50、なんで、そう、ルールだから、それが、それ、それがなんかルールなんて破るものだ、そう、いや勝手に変えないでください、ね、なぜ50なのかが知りたい、いや、それがモルックのルールなんで、50なんです、いつやん、はい、今からやるんだ、それは今からやるんで、ここで、ここで室内を特別にお借りできたからここでやるんだよ、誰が、あ、お前らがよ、俺と、俺と、お前らがやるんだよ、お前は、はい、僕は見ます、それを見るんだ、見て進行します、じゃあやるし、一応まあチーム競技なんですけども、まあ、今回はもう個人戦でやってもらいたいと思いますんで、なんで、2チームしかないから対抗する相手がいないから、今日は2-1とかになっちゃうでしょ、いないんだ、ああ、まあ、2-2でもやれなくはないけど、私も込みでね、おうおう、ばでも今回は個人戦で、ブーオンを呼べ、ブーオンを呼べ、えブーオン呼べば、ブーオンいねえだろ今日作りゃいるだろ、ああさあまあね、まあまあまあ、いるかもしんないですけどね、ゾイレもね来てくれたことありましたから、で一応ですね、50点ぴったりになった時点で終わりなんですけども、うん、これ3回0本投げた時に、うん、あー何も当たらなかったっていうのが順番で、その3回連続その人、0本だったら、うん、それはもう失格になります、その人が失格だ、失格になります、なんで失格、はい、なんでルールだから、3回ね当たらなかったら失格ですよっていう、誰の、はい、誰の、モルック教の人が、モルック教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 の教祖さんが、モルック教みたいな、それなんだモルック教会の方が、それはもうそういうね風にルールしました、ミスんなきゃいいんだな、そうです。それでは早速モルックをやってみましょう。まずは野沢さんからスタート。これだって1本倒すって無理だもんな、ここから、まあね、まあ確かに、さあどうでしょうか、よいしょ、おおー、すげえ、すげえ、4本だから 8本、8本だ、はい、8点ってこと、8点ですね、うん、でこう倒れてたじゃないですか、はい、で倒れたスキットルはその位置でこう立てますんで、なるほど、はい、なのでバラバラになっていきますね、もうこの3、はい、多分ずっと無視する、うわこれきついな、ここですね、あこの3はちょっと確かに、はい、うん、なるほどな、難しいな、それで続くのか、よいしょ、さあこうなります、ね、こうなったってことだな、これなんだ、一応狙いはどういう感じで、でも大きい数字がいいから、まあそうですね、でも2本以上倒れちゃうともう倒れた本数が点です、そっか2桁むずいぞそこ、うん、なあ10、11、12はちょっと難しいな、そうですね、まあじゃあちょっと真ん中あたりを多めに倒すような感じで、なるほど、狙おうかな、では横向きでいきましょう、いきます、よいしょ、おー、うわなんでこれちょっと2点です、あこれ待って、そう相当、え鉢が相当転がりましたけど、いや天津飯店のヤムチャみたいなここです、じゃ
じゃあ、11点いってやろうかな。はい、あ、お、四個。あ、でも縦はどうなんですか。縦はダメですよね。あ、オッケー。まあ下投げだったら、下投げだったらそんな投げ方でも。おい、11点いってる。もうほんとタオパイパイスタイルで。いや、8点はもう無理でしょ、あれ。9点もあるな。9もね。9もいいと思う。ああ、まあ、いや、俺11いくぞ。11ここでいいんだな、縦でも。はい、いくぞ。よいしょ。おわあ、惜しい。4、3点だ。3点。3だ。3点でございますね。個人戦なわけでしょ、だって。転がるな、おい。12が多い。めちゃめ、高得点。これ一番の高得点が。11もだ。いけんのか、これ、おい。一応狙いは10。10で。はい。では、いきましょう。いきます。よいしょ。あ、転がして。転がして。おっと、あ、でも7点。7。おー、でもいいぞ。でもいいぞ、これ。小沢さんが走ってるな。よいしょ。あー、うまい具合に、うまい具合に超えていってしまった、バンバンで。ミス1だ。はい。これであと2個やったら。そう、ヤブジャさん、あと2回連続ゼロだと失格です。死だ、はい。なるほど。いや、死ではないです。そこまで罪は重くないです。この後は野沢さんが2回ミスをするも見事11点ピンを倒して26点、ヤムチャは1回ミスをするも10点ピン7点ピンを倒し19点、ベジータは4点ピン2点ピン9点ピンを倒して18点になりました。どうするこれは。さあどうします。12か、これでもあの柱あるから、はい、そうですね、狙いさえあの外さなければ跳ね返り倒しみたいなことか。もう完全転がしていくか。いくぞいくぞ。さあ12狙いいけるか、ベジさん。よいしょ。おおー、宣言通り、これだ。すごい、素晴らしい。いったいったいった。あそこでもずっと狙い目なんじゃないか、もしかして。確かにそうかもしれないですね。もうあれ以上向こうあれ以上いかないか。いや、でもいや、むずい、あれ狙うの。いや、むずい、むずい。意外とむずいから毎回毎回あれ狙うのむずいよ。いけっかな。さあ、12点かな。貴様、12いくのか。12。貴様ぞ。よいしょ。あ、あー、食べる。あー、10番くらい。さあ、ゼロ。ほら、リーチじゃない、さっきのは。おい、リーチだ。さあ、野沢さんが2連続ゼロだったので、リーチでございます。やべえ、リードしていたはずの。もう貴様3とかいくしかなかろう。こっちかな。9、11、10のライン。あそこのライン。うん。はい。あそこのラインをちょっと狙って転がしていこうかなと。さあ、いけるのか。いきます。よいしょ。おー、見事。さあ、本当は倒れなかった。9。9点でございます。すげえ。完璧だ。たむずいとこに。そうね。いや、飛ばしちゃったな、でも。この後はベジータがミスして、得点は30点のまま。野沢さんが2点ピンを倒して28点、ヤムチャはモルックが壁に当たり運よく10点ピンを倒して38点となりました。あ、だから12を倒さすともうあいつ勝つ。あ、本当だ、うん、あ、次でね。ということは俺が12をあそこから動かしてやるわけだ、はい、あそこから動かすの結構無人じゃん。あれ以上奥にはいかないからね。、はい、うん、でもまあ跳ね返りによってはね、そう、変なとこ行く。もう壁際にもう追い詰めて倒れないようにするするしかない。もっとね、あの奥の方にね、することもね、うん、できなくはないですから。ちょうどあそこ出っ張りがあるから。そうなのよ、点数もシンプルに欲しいからな。よいしょ。おっと、外れたゼロ。しかも、しかも出てた。出てた。いやいや、よく見てたな。よく出てた。いや、まあまあまあ、結果ゼロでしたから。いける、リクエストいける。出てたかどうか。勝つぞ、ヤムちゃん、12倒したら。そう、次でね。俺12で終わりだ。はい、ほら、ここで12出したら40。12いくか。いや、行った方がいい、行った方がいい。奥にしようかな。奥のどれかにしようかな。あの固まってる。いや、もうヤムちゃん勝つぞ。ぞ。じゃ12動かしたらもういいと思うけどな。12行く。ちょっとでもヤムちゃんさんはね。いや、でもね、自信がないのよ。うん、なるほど。じゃあ行きます。はい。じゃあそこの奥の塊を、いけ。よいしょ。
大宮だ。2本倒れたんで3点。3点だ。3本倒れたんで3点。でもなよ、来たぞチャーンス。さあヤムチャーンス、ヤムチャーンス、やってまいりました。さあここでヤムチャさんが12点を見事、倒すとぴったり50で勝利でございます。なるほど、これ算数も問われるな。そうですね、算数の勉強にもなる。なる、素晴らしいゲームですね。パンには無理。パンとフリーダーには無理。確かにね、暗算ね。三浦も最初ちょっと怪しい、ちょっと怪しかったですね。よし、いきます。さあ12、いけるのか。よいしょ、どうも、見事12倒したんでヤムチャさん勝利。ヤムチャーン、何がだ、貴様が下手だからだ。俺はちゃんと狙いに行っただろう。確かにね。いやいや、オラだってあれなんだ、はい、1ゲーム目の成績はご覧の通り。 DB 芸人の皆さんはモルックにハマってきたようなので、早速もう1ゲームやってみましょう。さあそれでは2ゲーム目に参りたいと思います。よしよし、はい、先ほどの1ゲーム目で最も点数が低かったベジタさんから。おい、そんな強調するな。もっともじゃねえ。最も低かったから。いや、だから逆にチャンスだから。まあそうですね、最初。ああ、はい、うん、12点取れるわけだ。やってやるぞ、わがままの5回でな。いや、赤くしてませんよ。いくぞ、はい、はっ、よいしょ、わーっと、しょぼー、しょ、でも逆にあれ、2点たったの5だ。さあ、2点ですね、2本倒れたので。あ、2点か。そうなんですよ。はじけて曲がれ、俺の俺の俺の。さあターレスバージョンだな。ターレスバージョン。よいしょ、おーっと、あーでも、あー、まあまあまあ、1、2、3、4、5、奥のやつまで行った。さあ先ほど1位だったヤムチャさんが最後なんですけど、結構これでまだ固まってるんで。そうだな、はい、真ん中の6個ぐらいを倒して6、7個いけたらいいなと。チャンスですね、まだまだ。よし、ヤムチャさん、まだあるぞ。よいしょ、あれ、おった、逆に9、9、でも9倒れます。9いったぞこいつ。9、9、9です、ね、あ、9だ、すげえ、こいつすごい、うまー、1本で投げすぎたかと思ったけど、すごいすごい、やべえな、先っぽ倒しだ、はい、このまだ塊の中で、ね、よいしょ、おーっと、いや、うまいわヤムチャさん、誇りより勝利だ。よいしょ、あ、全然面白くねえ、なんでこれ、そんなんみっともないスローやめてあげて。そんなヘロヘロしてねえよ。